エインズリー・コリー・メイ・ナイルズは、イングランド・ロンドン・レッドブリッジ区出身のプロサッカー選手。アーセナル FC 所属。イングランド代表。ポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー。6歳で、アーセナルのアカデミーに入団。依頼順調にステップアップを重ね、2014年10月に最初のプロ契約を結んだ。2014年12月の UEFA。 チャンピオンズリーグがラットサラ SK 戦でハーフタイムにアーロン・ラムジーと交代しトップチームデビュー。17歳109日でのチャンピオンズリーグ出場はジャック・ウィルシャーに次ぐクラブ史上2番目に若い記録となった。同月の入ッするユナイテッド FC 戦でアディショナルタイムにチェンバーレンと交代しプレミアリーグデビュー。2015年7月1シーズンの契約で イプスウィッチタウン FC にローン移籍することが発表された。2018年6月、アーセナルとの契約を延長したことを発表した。2018から19シーズンは、サイドバックの選手の負傷が続出したため、主に左サイドバックで出場機会を得た。2019から20シーズンは、エクトル・ベジェリンの負傷の影響で、右サイドバックで出場機会を得た。 2020年8月29日、FA コミュニティシールドのリバプール戦に勝利し、マン・オブ・ザ・マッチに選出。さらに、試合直後に、イングランド代表初招集が発表され、誕生日に嬉しいことが重なる記念すべき日となった。2021年2月1日、シーズン終了まで、ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン FC へ、ローン移籍することが発表された。 2021年8月30日、同シーズン開幕からの公式戦4試合で2試合に終盤途中出場したに止まっていた彼に対してエバートン FC が買取オプション付きロ論移籍オファーをしたがアーセナルはこれを拒否したと複数メディアで報じられた。その直後、自身の SNS 上に私が望むのは 行きたい場所に行きプレイできる場所に行くことだと、泣き顔の絵文字を添えて投稿し遺跡希望を公言した、ことで物議を醸した。しかし、その後、ミケル・アルテタ監督と話し合いの機会が持たれたと、報じられ、アーセナルに残留した。各年代で、イングランド代表に選出されており UE AU、UEFAU-19 欧州選手権2016。 や 2017FIFAU-20 ワールドカップなどに参加した。2020年8月29日、FA コミュニティシールドに勝利した直後に逮捕、起訴されたハリー・マグワヤの代わりとして、イングランド A 代表に追加で、初招集されたことが発表された。同年9月8日、UEFA ネーションズリーグのデンマーク戦で、イングランド代表初出場を果たした。ありがとうございます。